地図大阪シティエアターミナルは、大阪府大阪市何和区港町一丁目にある複合商業施設である。略称は、オキャット。地下2階、地上6階建てで、地下1階には JR 南馬駅、2階には南におけるバスターミナルとして、長距離の高速バスや観光、ツアーバスの拠点となるオキャットバスターミナルを併設している。 1994年9月4日に開港した関西国際空港へのアクセスを充実させるため JR 南場駅の再開発計画の一環として1996年に開業した経営母体は大阪市が出資する第三セクターの港町開発センターである開業当初は関空へのアクセス拠点としての色合いが強く通常空港内で行っている 出発便の搭乗手続きも行っていたが、利用が低迷し廃止された。また、JR 南波駅からは、関空の利用者向けに、関空快速が昼間時に1時間間隔で、発着していたが、2008年に廃止された後は、鉄道を利用して、関西空港と行き来する場合は、乗り換えが必要となった。なお、関空との直通交通機関として、リムジンバスの運行がなされている。 バスターミナルのほか、ビルにはオフィスやショッピングセンターとして多様な店舗が入居している。南の繁華街から離れていることもあり、利用客は伸びていなかったが、2004年度決算で1996年のビル開業以来初めて、当季村駅で1億6300万円の黒字を達成した入居店舗やバスターミナルなどの収入が好調だったためで、当初、 2011年度を目標にしていた、債務超過の解消も前倒しで実現した。近年は、周辺開発が順調に進んでいることや関東、四国方面への高速バスが充実したことで、利用客も増えており、2005年度以降2010年度まで、単年度黒字を計上している。MDC の累積赤字は、約307億円だったが、その後、 資本金と資本準備金合計約307億円を減らして、累積赤字を補填したため累積赤字がなくなった。地下1階、JR 南場駅と南場、ウォークの連絡通路の間にある広場、休日の昼間を中心に、ストリートダンスの練習のために多く、若者が集まる人気スポットとなっている。おキャットのオープン当初から、自然発生的に定着し、人気となった。ちなみに、 ここで最初にダンスを始めたのは、関西のヒップホップチーム、カラーズ。それを見た、おキャット側向きを聞かせて、練習に活用してもらおうと壁面に大型鏡を設置したところ、たちまち多くの若者が集まるようになった。すべての店舗及びオフィスの一覧は、公式ホームページを参照のこと。 5階4階3階2階1階地下1階地下3.4階5階3階2階1階正式名称は港町バスターミナル乗り入れる運行会社ごとに異なる名称が使われているため利用の際には注意が必要近隣には阪神高速1号環状線15号堺線の港町また日本交通は 大半の便の奇襲点を梅田、新大阪駅から当地に変更した。複数社による共同運行の場合、運行会社によってこのバスターミナルの名称が違う事例もある。特に南海南波駅の5階にある南波高速バスターミナルと混同される場合があるため、発車表などで注意喚起がなされている。なお、このターミナルに立ち寄らない路線は南海バスによる一部の路線のみ、 過去に乗り入れていたバス会社高速バスの利用者で事前に乗車券を購入していない場合は発券カウンターで当日券を入手することになる。発券カウンターは日本交通、近鉄バス、南海バス JR バスグループが運営しており路線ごとに取り扱う窓口が異なることが特徴。営業時間はいずれも5時30分から23時30分まで。 関空及び大阪国際空港へのリムジンバスを利用時は自動券売機で乗車券を購入する。フロアにはキオスクと売店が入居しており、軽食やお土産を販売している。売店はもともとカフェを併設していたが、イート隕石は閉鎖されている。このほか、大和運輸の観光案内所、清涼飲料水の自動販売機もある。乗り場、折り場空港リムジンバス。 編集東北方面、編集関東方面、編集甲信越方面、編集東海、北陸方面、編集美好近畿方面、編集美好中国方面、編集美好四国方面、編集美好,集美好九州方面、編集。ありがとうございます。